今回はアストロプロダクツで買うことができるキャンプ道具を使って自宅の庭で庭キャンしてみました。ただしこの動画はプロモーションではありません。猿はアストロプロダクツの依頼を受けたわけではないため、詳しくは動画後半で説明します。つい先日、映っているような少し大きめの箱に入ってたくさんのキャンプ道具がうちに届きました。入っていたのはチェア、テーブル、ランタン、シュラフ、テントの5点セットです。アストロプロダクツにはもう10年近く前から DIY の工具を買うためによく行ってたのですが、昨年キャンプ道具があることを知り、ケトルを買って茶碗蒸し動画を作ったりしていました。工具メーカーだけあって頑丈で男っぽいデザインが多いゆえに、何と言ってもお値打ちの商品が多いのが特徴です。一つ目に開封するのは折りたたみ椅子です。猿の記憶だと3000円前後で販売されていますが、試してみるのは初めてです。箱から取り出してまず驚いたのは軽さです。そう、これアルミフレームなのです。このタイプの安いチェアだとフレームが鉄でできてる場合があるのですが、アストロチェアはアルミ製で軽いゆえ、カモフラージュのデザイン柄が良い雰囲気です。組み立てもフレームが適度にしなるので、布をかぶせるのが大変だったりすることもなく、何せ軽いです。私が持ってるブランド中華の椅子よりも軽いので驚きました。予想以上の使い勝手に、ノンアルコールビールで乾杯します。10月中旬のキャンプは本当に最高ですね。私の住んでいるエリアにあるキャンプ場は、10月はほぼ予約でいっぱいで、予約取れたとしても人混みにうんざりすることが多いのですが、こういう時は特に、自宅での庭キャンプや、ベランダキャンプ、公園キャンプも、マナーを守って楽しめれば最高に気持ちよいですね。映っているのはアストロプロダクツのミニテーブルです。これも軽いので、少し驚きましたが、やはりアルミ製です。組み立て方はしか番長の定番アイテムのあれと同じで迷いませんでした。アルミは軽くて、耐熱性もありますし、構造さえしっかりしていれば、そこそこ強度もあるので、どんな感じか使ってみるのが楽しみです。猿は、金属製のミニテーブルを現在持ってなかったのですが、ミニテーブルの割に大きめなので、いろんなシーンで使えそうです。マットなブラック塗装にアストロの白いロゴが映えます。ブラック塗装は、わざとザラザラするような粉体塗装の手触りが一層好印象でした。ということで、思いのほか感じよいミニテーブルを味わいつつ乾杯します。この調子でやっていくと後が心配ですが、まあ楽しみましょう。続いてはアストロプロダクツの COBE ランタンです。有名なキャンプ系 YouTuber の金額縛りのキャンプ動画に必ず登場することで有名になったあれです。値段は1000円以下ですが、明るさ、雰囲気、そして機能面では秀逸なランタンで、なんと懐中電灯に変身するという技を備えています。点灯するには電池が必要ですが、8時間持つそうなので、一晩のキャンプならこれで十分だと思いました。手に取ってみて気づいたことは、砲弾型のボディーが意外にかっこよいこと、懐中電灯として使う際にとてもつかみやすいこと、そして紐が太くて安心なことです。工具屋さんらしい頑丈で武骨な作りだと感じました。ちなみにこの後真夜中になってからこのランタンを持って近所の公園をうろうろ散歩したのですが、懐中電灯として使うよりもランタンとして手にぶら下げて持ってた方が周りから見るととてもよく目立ちます。砲弾型の形状と白いホヤ部分のすりガラス的な表面加工で、かなり光が乱反射して目立ちました。少しシンプルすぎるデザインが気になったので、セリアで110円で買った赤いランプシェードをかぶせてみます。なんかキノコみたいで、可愛らしい感じになります。ランタンは明るさだけではなく、雰囲気を楽しむという楽しみ要素があるので、こうしたアレンジは猿も大好物です。ついでに、鹿番長のキャンドルランタンのシェードもかぶせてみます。これもシェードの穴のサイズは、ぴったりでした。どちらかといえば、プラスティックボディのせいか、赤いランプシェードの方が合うように感じました。砲弾型ボディだと、少々のサイズ違いならカバーしてくれそうなのも良いです。
この後視聴者さんにそそのかされて、白いカッティングシートを丸く切って、あれそっくりにしてしまいました。ということで新しい仲間をお迎えしたので歓迎の歓会をしました。続いてテントです。このテント、自分で買うことは絶対にないタイプのテントだったのですが、新発見でした。格安テントですが、サイズは長さが200センチで幅120センチなので、ソロ用のドームテントとしては問題ない広さです。商品名には、二人用とありますが、それは正直厳しいです。この動画撮影中に、猿が何よりも驚いている点が、この、サイズと、軽さです。パッケージの背負っている写真もそうなのですが、テントというよりは、タープか、グラウンドシートのようなサイズです。試しに、猿にとっては、最も使用回数が多い、鹿番町のツーリングドームと比較してみましたが、やはり、段違いに軽く小さかったです。安いテントは、作りがシンプルでポールも細い分、これだけ小さくなるんだと改めて驚きました。テントと考えると少し頼りないですが、登山家が使う緊急時の簡易テントである、セルト、と位置づければ、バッチリです。開封してみると、やはり、小さくて軽いことに驚きます。これで本当に使えるなら十分に、あり、だと思いました。言うまでもないことでしょうが、このテントを大雨や嵐の中で使う人はいないと思いますし、真夏や真冬も確実に無謀です。そうした意味では6月から10月の天気の良い日に限られますが、そういう条件か揃えば、重たい大きなテントよりもメリットありそうです。ポールやロープやペグも簡易式でしょうが、一応付属しているようです。3シーズンの徒歩キャンプや、バイクキャンプなら、今後は、このテントを使ってみようと思います。テント内部も、問題ない広さでした。内部で座ってご飯食べることもできそうです。あえて言うと、身長180センチの猿にとっては、ギリギリのサイズだったので、寝転がると、足のつま先や、頭の一部にテントの壁が触れます。そうした意味では身長170センチ以下の人だと、全くデメリットを感じないテントではないかと思いました。出入り口のジッパーは意外に便利です。テントに出入りする際、丸く大きく開かなければいけない一般的なドームテントと違って、3つのジッパーのうち2つを開くことで、出入り口の半分だけを開いて出入りできます。これは、虫が入るのを防ぐ上でとても嬉しい作りでした。そして屋根部分には小さいですがベンチレーターも備えてますので、ある程度、テントにこもる熱を逃し、換気にも役立ちそうです。まさに、セルトとして、申し分ない機能を備えていて、この値段なら、徒歩や自転車キャンプの救世主とも言えそうです。自宅にあったマットを敷けば設営はほぼ完了です。完成を祝い、好きなバーボンで乾杯しました。ずっと住んでいる自宅の庭ですが、どこか特別感があります。不安定な社会情勢の影響で、円安や原油高、物価高騰など、将来が心配な時代ですが、このような気軽に挑戦できる息抜きが必要だと思います。アストロプロダクツでソロを安いキャンプ道具だけで楽しんでいますので、これからキャンプを趣味にしてみたい方には良いと思います。アルコールが入りすぎて忘れかけていましたが、最後の商品はシュラフです。実は以前から気になっていたのですが、このシュラフは、サイズが大きめで、洗濯できるし、一枚の布団のように開くこともできます。猿がこれまで使ってきたのは登山用のマミー型なので、こうしたタイプのシュラフは未経験です。おそらく、このシュラフを持ってる人は、普段から3シーズンなら自宅でも使えるのではないかと思います。ジッパーも割としっかりしてましたし、肌触りも悪くありません。何よりジッパーを開いて1枚の布団のようにできるのは温度調節をできるので、暑かったり、寒かったり、という温度が変わりやすい今みたいな時期には都合良いです。もちろん、今夜は、このテントで眠る予定です。では、そろそろ、ネタ明かしをします。今回、プロモーションの依頼も受けていないのに、なぜアストロプロダクツ縛りのキャンプ動画を作ったかと言いますと、今年の夏に開催された、
アストロプロダクツ公式のツイッター限定のプレゼントキャンペーンがきっかけでした。アストロプロダクツでモンターナのキャンプ用品を取り扱い始めた記念として、抽選で10名にソロキャンプスターターセットが当たるというキャンペーンがツイッター限定で開催されました。そしてたまたま応募した猿がそれに当選したということです。猿にとってはアストロプロダクツもモンターナも好きなブランドでよく知っているのですが、今回の商品は猿が使ったことがないものばかりだったので本当にラッキーでした。そして届いた商品も実際に使ってみるまでは動画を作ってチャンネル上で公開する予定はなかったのですが、実際に使ってみたら予想以上の発見や驚きが多かったので視聴者さんと共有したいと思って急遽動画にしました。いかがだったでしょうか。すでにアストロプロダクトはよく知っているという視聴者さんの方が私のチャンネル登録されている方には多いと思いますが、きっかけがなければ見向きもしなかったものに対しても改めてその良さに気づくというきっかけになれば幸いです。身長180センチの猿には少し狭く足の裏がテントの壁に当たる点や、それが嫌なら足を曲げて寝る必要がある点は少しストレスでした。ただこのテントをテントではなく普段から車などに積んでおき、いざという時に持ち出して使うセルトという位置づけで活用するのであれば、商品の軽さやコンパクトさは不便さを補ってなおあまりあるものだと感じました。一般的に UL ギアは高価な場合が多いですが、安価な製品の中には軽量コンパクトでそれなりに使えるというものが存在します。今回のテントやチェアはまさにそうした商品だと思いました。シングルウォールでポールも華奢でしたが、その分軽く気候次第でしょうが、今回は結露が生じることもなく快適に過ごせました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなぁと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんにお伝えしとかないといけないことが一つだけあります。酒は飲んでも飲まれるな。